皆さんは生つくねという料理をご存知だろうか。1924年大正13年創業の江戸正さんにて提供されていた生つくね、鶏の生肉が舌の上でとろけ非常に美味しいとのことでお客さんからも好評だったようだ。ただ2022年9月、生つくねの安全性を指摘するツイートが拡散されてしまい、食の安全と飲食店への信頼を脅かす営業をしていたことへの責任を取るという形で江戸正さんは閉店するに至った。ただ98年も営業してきた江戸正さんにて食中毒が起こったことはないらしい。また鶏肉も生食できる鶏肉というものが存在し、九州ではスーパーに普通に鶏刺しや鶏のたたきが売っていたりする。鶏肉の生食文化が盛んな鹿児島県には食文化を守るためしっかりとした生食用の鶏肉に関する衛生基準概要が示されている。そのような衛生基準が守られた鶏肉であればリスクを低く鶏肉を生食することができるのだ。ちなみに鶏肉が生食できるかどうかは新鮮かどうかではなく、解体作業時に肉が細菌汚染されていないかどうかが重要なのでご注意を。ということで今回は生食できる鶏肉を使って今はなき幻の生つくねを作っていく。ただ鶏肉の生食にはリスクがあるため、こちらのレシピを再現するのは避けていただき、あくまでエンタメとしてご視聴いただきたい。使っていくのはこちらの天草大王、生でも食べられる鶏肉、400g ちょっとで2980円だった。ブランド鶏な上に生食可能とありめちゃめちゃ高い。まずはこちらを氷水解凍していく。大きすぎてバットに入らなかったのでフライパンで解凍。鶏肉の解凍を待っている間に薬味等の準備。わさびを使うのだが、今回はせっかくなので生わさびを使っていく。軽く洗ったら葉を取って、包丁の背で表面を軽く削る。黒いところが少しあっても大丈夫。そして角を落として、サメ側のおろし板を使っておろしていく。するとこんな感じで滑らかなわさびが。わざわざサメ側のおろし板を使う理由は、生わさびの細胞を細かく破壊するためらしい。そうすることで香りと辛みがより引き立つのだ。また力を抜いておろした方が滑らかで美味しくもなる。そして生わさびを一度にこんなに使えないよっていう場合は、すりおろしていた面を薄く切り取り、キッチンペーパーを巻いて水で軽く濡らし、ラップに包む。こうすることで冷蔵庫で1週間程度日持ちさせることができる。ただその都度すりおろすのは面倒くさい。そういう場合は一度すべてすりおろしてしまって、ラップに小分けに包んで状態で冷凍保存すると風味を損なわずに 2,3 ヶ月は保存しておけるのだ。それでも使い切れないという場合は漬物にしてしまうのもおすすめ。作り方は超簡単。わさびを千切りにして器に入れたら、めんつゆをわさびが浸るくらいまで入れるだけ。漬けてから1時間後からカリカリ食感が楽しいわさびの漬物を楽しむことができる。こちらは後で一緒に食べていこう。そして小ネギも切る。ゴムで束ねて切ると切りやすい。そして器に入れて、例によって冷蔵庫での保存性を高めるためにキッチンペーパーを入れて逆さにして保存しておく。こうすることでキッチンペーパーがネギの水分を吸収し長持ちさせることができ、キッチンペーパーも交換しやすいのだ。鶏肉が解凍できたのでいよいよ切っていこう。まずはまな板の消毒。よく洗ったまな板と包丁の水分をキッチンペーパーで拭き取り、アルコール除菌スプレーをかけ除菌。全体にアルコールをなじませたら、その後再びキッチンペーパーで拭き取り乾かしてから使っていく。鶏肉の袋を開け、キッチンペーパーの上に乗せてドリップを拭き取る。おお、肉の色が濃くてめちゃめちゃうまそうだ。そしたら今回はこのうちの半分くらいを使っていく。油が結構あるので油を落として、皮も全部は使わずに一部だけ使う。きれいに油が取れたらあとはミンチにしていくだけ。まず細切りにしてから
刻んでいく。包丁でのミンチは何回もやっているが、これがなかなか大変。しっかりと切らないと筋が残ってつながってしまうので入念に刻んでいく。ミンチにできたら適当な大きさに丸めて、お皿にのせる。残ったミンチは試しになめろう風にしてみたいので、生姜と大葉と味噌を混ぜ込む。生姜を刻んで、大葉も刻んで、味噌とともに混ぜ込む。あとネギも忘れずに入れて混ざったら、こちらも適当な大きさに丸めてお皿にのせる。生つくねの方にはわさびと九州の甘い醤油を入れていただきます。幻の生つくねと鶏のなめろう完成。おお、めちゃめちゃうまそうだ。どちらから食べようかなと、まずは生つくねの方から。お箸で崩してわさびをつけていただきます。おー、うめえ。食感は魚のたたきに近いが、鶏肉の旨味がじわじわ出てくる。生な分はっきりとした鶏の旨味じゃなく、じわっと感じる旨味。上品な味わいとでも言うべきか。たまらずもう一口。鶏の旨味に甘い醤油が抜群に合う。生わさびはほとんど辛くなく、香りを添えてくれる感じ。それぞれの旨味、香りがとろけてめちゃめちゃうまい。ということで、ここいらでお酒を。古くから鶏の生食文化のある鹿児島へのリスペクトを込めて、鹿児島の芋焼酎、成功うどく。こちらをロックでいただきます。いいね、この芋の旨味。米焼酎を少量ブレンドしてあり、味わいに丸みがあり、非常に飲みやすい。そして生つくねを食べ、成功うどくをいただく。この上品な鶏のうまみと丸みのある芋焼酎のうまみがめちゃめちゃ合う。最高だ。そしていよいよ鶏のなめろういただきます。おお、なるほど、うまい。うまいが、薬味の風味が強く、魚のなめろうとあまり変わらない味わいになってしまった気がするな。鶏のうまみが繊細な分、薬味は多く入れない方が美味しく食べられるな。生つくねに戻り、今度は山椒を振って食べる。これがまたうまい。鶏の旨味にピリリとした辛さと風味が足され、非常に美味しい。個人的にはわさびよりも山椒で食べる方が好きかもな。ということで、いかがだっただろうか。閉店してしまった江戸正さんで提供されていた幻の生つくね。鶏の上品な味わいが甘い醤油と絡み、めちゃめちゃ美味しかった。ただ、たとえ衛生基準を守っているお店で提供されている生食できる鶏肉であっても、子供やご高齢の方など食中毒への抵抗力が弱い方は食べるのを控えるように。そして生わさびの漬物を食べるのをすっかり忘れていたので、最後にそちらもどうぞ。いや、危ない危ない。このわさびのめんつゆ漬けね、食べないで終わるところでございました。ちょっとこちらも本当に美味しいんで、いただきます。この食感とね、めんつゆの出汁の旨味と、そしてわさびの香りがツーンと抜けてね、本当に美味しいんですよ。
これももちろん焼酎に。めちゃめちゃ合います。たまんね。